暦の上では立春は新年ということで、今日は2022年の運勢をお届けしていきます。皆さんこんにちは。神宮館で鑑定士を務めています松本翔雄です。今日は月運を担当しています亀吉2号くんと一緒にお届けしてまいります。亀吉2号くん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松本先生のアシスタントをしております亀吉2号です。今日は先生と一緒にお届けさせていただきます。先生、立春は暦の上では新年ということで、2022年の運勢をお届けしていこうと思いますが、その前にこの立春で神宮館 TV が開局して1周年となりました。もう1周年ですか。早いですね。これも一重に皆さんのおかげですね。この1年振り返ってみてどうですか。私はちょっと大変な1年ですね。そうですか。YouTube っていうのは慣れてなかったんで、話すっていうことがすごい難しいなって改めて感じました。25年間鑑定業をしておりましてですね、お客さんとは1時間でも2時間でも話してられるんですけども、もう全然言葉が出なくなってしまうんですよね。あ、そうでしたか。これはね、一番大変だことでしたね、今年1年。もうだいぶね、慣れていただいてますから。はい、もう大丈夫ですよね。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにチャンネル登録者数も5000人を超えましたね。5000人ですか。ありがとうございます。これからもですね、皆さんのお役に立てるような情報を配信していきたいと思います。そして皆様が元気に幸せに生活できることを心より望みます。はい、頑張っていきましょう。神宮館 TV 開局1周年ということで、今日は素敵なプレゼントをご用意しております。プレゼントについては動画の最後にご案内させていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2022年の運勢を発表していきましょう。とその前に、少し先生にお聞きしたいことがあるんですけれども、2022年って豪土星が中宮の年ですよね。九星気学には豪に始まり豪に戻る、そういった言葉ありますけれども、やっぱり特別な年なんですか。豪土星の年というのは9年間かけて自分の住処に戻ってくるという特別な年なんですね。自分の住処というのはどういうことかと言いますと、定位という、もともと自分が住んでいた場所に戻ります。例えば一泊水星は北ですよとか、時刻土星は西南ですよとかいうふうに決まってるものがあるんです。そこに9年間かけて、いいこともありました、悪いこともありましたというのを繰り返して、自分のところに戻り、また次の9年をいい年にするために、新しいことをスタートしていきましょうという、そういう年になるんです。かなり大事な年ですよね。大事です。この後の9年間をより良くしていくために、何かするべきことっていうのがあるわけですね。もちろんです。ではこの後先生にお話しいただく内容っていうのがとても大事になると思いますので、皆さん最後までご覧ください。それでは一泊水星から九紫火星までの2022年の運勢を発表していきましょう。一泊水星の方の2022年の運勢は大凶運です。運勢のポイントはこちらです。1、健康面に注意が必要。2、判断力が低下しやすいというところですけれども、まず1つ目、少しお聞きしたいんですが、大きな怪我や病気の心配がありそうな年ですかね。その通りですね。特に持病を持っている方なんかは再発する恐れもありますので、注意が必要になってきます。はい、豪土星が中宮に入る年は怪我や病気が大きくなりやすい年なんですね。悪化しやすいということですか。はい、それだけ先に注意が必要だということなんです。じゃあ何か気になることがあったらすぐに病院に駆けつけるぐらいの気持ちで。もちろんです、もちろんです。かなり注意をした方がいいという年ですね。そうですね。では2つ目、判断力が低下しやすいということですけれども、勘が聞きにくいという感じですかね。それもあります。また一泊水星の方って慎重な方多いんですけども、慎重に行動しようとするんですけど、その判断が鈍ってしまうんです。信頼できる人に相談すると解決できると思うんですね。相談できる人がいない人も中にはいると思うんですけども、まず頼りになる人を見つけることを考えるといいですね。はい、ありがとうございます。はい、この大凶運という年ですね。何かすることで大難を小難に無難にするという、そういったことができる方法っていうのはあるんでしょうか。先ほども言ったように、特に健康運なんですよ。まず生活習慣をね、乱れてる人は改めてほしいですし、私一泊水星なんですけども、私はですね、昨年の7月から朝毎日ウォーキングをしてるんですよ。でウォーキングをして今年のために備えているという、健康のために。はい、早いですね、7月から。もうだってもうこの仕事をしてますんでね、当然令和4年の運勢は分かってますんで、はい、これは大変だっていうことでね、一生懸命毎日歩いてます。一泊水星の方は先生見習って、少しでも運動ですとか健康になることを取り入れていく、これが大事な1年となりそうですね。はい、特にです。かしこまりました。はい、ありがとうございます。では次に時刻土星の方の運勢をお願いいたします。
時刻同星の方の2022年の運勢は調教運です。運勢のポイントはこちらです。1. 才波が同座するので注意。 2. 自分を磨き高めることが大切とありますけれども、まず1つ目、才波って何かわからない方多いと思いますので、ご説明いただけますか。才波とは年が破れると書くんですね。その年に何か行おうとすると、その行うことが破談になってしまうという。で、本来だったら、時刻同星の方は小吉運になるんですけども、はい、その才波というのが同座しているために小吉運に運気が下がってしまってるんです。ではかなり注意をした方がいい年というふうに考えられるんですか。そうです。当然新しいこととかね、仕事もそうですけど、何かしなきゃいけないとは思うんですけども、その起こす行動に関して慎重に行動してくださいよということがすごく大事です。かしこまりました。実は私時刻土星ですので、何かあるごとに気をつけようと思います。はい、では2つ目、はい、自分を磨き高めることが大切とありますけれども、そのいい年が来るために自分を磨いて整えておくという、そういう年なんですよ。仕事関係では今持っている技術を磨いたり、ちょっと太っている方はダイエットしてみたりとか、そういったことも自分磨きということになるんでしょうかね。そうですね、必ずそのいい年につながってくるんですね。かしこまりました。では先生、時刻同星の方が2022年、こういうことやったらもっともっと運気上がるよっていうような開運法はありますか。見返りを求めない行動を取るということですね。ボランティア活動とかね、あと会社の中で普段やらない雑用をやってみるとか、ちょっと目の前にゴミが落ちてたら拾ってゴミ箱に捨てるとか、はい、ちょっとずつやることで運気が上がっていくんです。かしこまりました。今日からでも取り組みます。はい、もう毎日でもできることなんで、ぜひお試しください。では三碧木星の方の運勢をお願いいたします。三碧木星の方の2022年の運勢は中吉運です。運勢のポイントはこちらです。1. 新しいことを始めるのにいい年。 2. 進む道を外さないよう注意とありますけれども、まず1つ目ですね、自分が今までやったことないことへチャレンジするのにいいということですかね。その通りです。もう中吉運ですので、どんどんいろんなことを挑戦していいと思います。気持ち的にはダメ元の精神ではないですけども、はい、極端に言えば当たって砕けろ。でも、なるほど、はい、でも絶対砕けませんのでご安心ください。運気がいいからその気持ちで言っても物事がうまく進むと。そうですね。では2つ目、進む道を外さないよう注意とありますけれども、三碧木星の方、道を踏み外しそうな年なんですかね。年ということよりも三碧木星の方の本来の性格部分がちょっと邪魔をするような感じなんですね。そそっかしいとか慌てんぼうさんとかね、そういうイメージが結構あるんですよ。運勢のいい時なので一つだけ注意を入れさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、では三碧木星の方が2022年、こういうことをすれば開運するよっていう方法を教えていただけますか。三碧木星の方は朝30分早起きしてみましょう。早起きして何をするかと言いますと、そうですね、はい、スマホのニュースを見るとか、はい、新聞を読むとか、新しいいろんなその日の情報を入手する時間に使ってほしいんですね。それは絶対に生活に役に立ちます。もちろん仕事にもです。ことわざでも言うように、早起きは三文の徳って言いますけども、はい、私は言わせると、早起きは三文以上の徳があると、こう言いたいところですね。では白く木星の方の運勢をお願いいたします。白く木星の方の2022年の運勢は大吉運です。運勢のポイントはこちらです。 1. いいご縁に恵まれる。 2. 人に流されないように注意とありますけれども、1つ目ですね、素敵な恋人ができるというような年になりますかね。はい、それももちろんあります。ただご縁というのは恋人だけではなくてですね、はい、仕事関係でもそうです。はい、取引先とご縁ができたりと、はい、今年ご縁ができる方とはすごく長い付き合いができるという、はい、会いました、はい、さようならとか、そんなご縁ではありませんので、はい、ただ動かなければ何も変わりませんので、はい、ぜひご縁を作るための行動を自分から進んで起こしてください。2つ目ですね、人に流されないように注意とありますけれども、はい、人に流されるというのはどのような状態になりますかね。これもまあちょっと言いづらいんですけども、白く木星のね、はい、統計ですよ、優柔不断な方が多い白く木星の方ですね、はい、やろうかなやめようかなはっきりしないんですね。大吉運じゃないですか、はい、大吉運なのに迷ってる場合じゃないんですよ。必ずそうすればいい方向に向かうのに、なんでやめちゃうのかなっていつもね、鑑定してても気になる時あるんで、はい、注意していただきたいと思っております。それではもう運勢は絶好調、絶好調のようですけれども、もっと運気を上げる方法というのがあれば教えていただけますか。はい、白く木星の方は森林浴がいいですね。緑の多いところに出かけることで運気がさらに上がるんです。
毎日歩いてる時に緑を見るっていうことが大事になってきます。では通勤だったりとか通学の途中でそういった緑があるところにちょっと立ち寄ってみる、そういったことをすると絶好調の大気中がさらに上がっていくということですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは合同性の方の運勢をお願いいたします。合同性の方の2022年の運勢は小吉運です。運勢のポイントはこちらです。1. 自分の軸をしっかり持つ。 2. 自分本位な言動に注意とありますけれども、1つ目ですね、自分の軸とはどのようなことでしょうか。まあ、自分の軸というのは信念を曲げないということなんですね。強い信念で立ち向かうということで運勢を小吉から中吉まで上げられるという。2022年は合同性が中宮に開座してるんですね。よく中宮に入ると八方下がりと言われますけども、はい、これは動かなければ当然そのまま八方下がりで動けないんですよ。けども自分から進んで一歩前に出ればいいんです。出ちゃって大丈夫ですか。出ちゃって大丈夫です、はい、出ないと運勢変わっていきませんので、信念をしっかり持って行動するということが非常に重要なポイントです。重要なポイントですね、はい、はい。2つ目につながりそうですね。でここで自分本位な言動に注意ということですよね。そういうことになります、はい、でなんで自分本位の言動っていうかと言いますと、合同性の方聞きづらいかもしれませんけども、ちょっと我の強い方が多いんですね。いい意味でもあるし悪い意味でもあるんで、はい、やっぱり人の言うこともちゃんと聞かなきゃいけないですし、はい、素直になる部分も必要にはなってくると思います。では自分勝手な言動はちょっと慎みながら行動をしていくと。その通りです。はい、ありがとうございます。それでは2022年合同性が開運する方法、何かありましたら教えていただけますでしょうか。合同性の方はご先祖様を大切にしてください。やっぱりご先祖を敬う、手を合わせるってことは自分にちゃんと幸せになって帰ってくるんです。皆さんご先祖の数って分かります？ご先祖様が10代前になると1000人いるそうなんです。20代前まで遡るとすると100万人超えると言われてるんですよ。計算すると確かにそうですね。なるんですね、はい、両親がいておじいちゃんおばあちゃんがいてってなってきますので、はいはい、だから皆さん一人ではなくてそれだけ多くの方が自分についてくれてるという。ご先祖様が力を貸してくれる、ちょっとずつ力をいただく、そうですね、そういうイメージ。あ、そうです、そうです、そういうイメージですね。お墓参りに行くとかそういったことも大事になる。大事ですね。なかなかね、お墓参りに遠方で行けないよって方はそのお墓のある方角に手を合わせるだけでも違いますので、ぜひ毎日でも行ってください。では六白金星の方の運勢をお願いします。六白金星の方の2022年の運勢は大吉運です。運勢のポイントはこちらです。1. チャンスを逃さず攻める年。2. 人の忠告に耳を傾けることとありますけれども、まず一つ目ですね、チャンスがたくさんありそうですか。その通りです。いろんなチャンスが訪れるのでどんどん攻めていい年ですね、はい、どんなチャンスがありそうですか。例えば仕事なんかでは自分が一生懸命企画してきたこととかね、はい、計画したことが実現に向かう、そんなようなことなんですね、はい、やらなければ結局は実現しないんですけども、はい、何か動くことで強い協力者が現れるんですね。協力者も現れる、はいはい、そういうような年です。応援してくれる人がいっぱいいるなっていうことですよね。だったらもう安心してではないですけど、どんどん攻めていった方がいいんですよね。どんどん攻めです、攻めです、攻めです、はい、好機一すべからずです。かしこまりました、はい、では2つ目、人の忠告に耳を傾けることとありますけれども、はい、忠告されることが多くなりそうなんでしょうかね。そうではないんです。その忠告って六白金星の方を後押してくれる大事な話なんです。なるほどですね。で、それをちゃんと素直に聞いてくれないと、うん、せっかくのチャンスを逃がしてしまう恐れがあるんで、人の話をしっかり聞いてねっていうのがポイントになってくるんです、はい、アドバイスが忠告に聞こえてしまうという。そうです、そうですね、うん、運勢がいいから天狗になりやすいというふうに考えられるんで、はい、うん、何か言われても自分へのアドバイスと思って耳を傾けるという心構えを常に持っておきましょうと。はい、大吉運だからといってあぐらをかかないでということですね。かしこまりました、はい、大吉運ですけれども、もっともっと伸ばす方法ですね、はい、開運法というのはありますでしょうか。六白金星の方の開運法はちょっと高級品を持つということです。まあ、全てじゃなくて結構ですので、はい、何か一つでもいいですので高級品を身につけたり使ったりするということが大事なんですね。はい、はい、例えば普段使っているボールペンをワンランク上げてみるとかね、はい、もうそのぐらいのことで運気がどんどん上がっていくんですね。ありがとうございます、はい、では七赤金星の方の運勢をお願いいたします。七赤金星の方の2022年の運勢は中吉運です。運勢のポイントはこちらです。1. お金や物、人に恵まれる年。2.
公私混同には注意とありますけれども、まず一つ目ですね、ものすごくいい運勢のように聞こえますね。そうですね、まあ中吉運なんでね、当然悪くはございませんので、七赤金星の方は精神的にも物質的にももちろんお金的にも恵まれるというね、非常に羨ましい年になりますね。はい、お金に恵まれるわけですから、新しいことやってみたり遊び事もねきっと多くなると思うんですよ。はい、なんか生きたお金の使い方ができるんじゃないかなと思いますね。はい、では2つ目ですね、公私混同には注意とありますけれども、中期中なのにですか？そうなんですね、先ほど言ったようにお金に恵まれる年なので、そこで遊びが優先しがちになってきちゃう。でも優先順位間違えちゃうと本末転倒になってしまいますので、はい、そこで中期中なんだけど注意してほしいなっていうところなんですね。七赤金星の方が今後もっと運気を伸ばしていくための開運法があれば教えていただけますでしょうか？七赤金星の開運法は財布を新しくするです。新しい財布に変えていただくとより一層金運も上がっていいかなとは思うんですけども、はい、買ったばっかりよって方もいると思うんですよ。そういう方なんかは財布の中は綺麗に使いましょうねというふうに私考えてるんですね。はいはい、まあ、財布の中にいろんなレシートが入ってたりぐちゃぐちゃになってる人がいるんですけど、そこは綺麗に整理してカードも入れすぎず、買い物のレシートも入れず、それを守っていただければ金運はどんどん上がっていきます。はい、ありがとうございます。はい、では八白土星の方の運勢をお願いいたします。八白土星の方の2022年の運勢は小凶運です。運勢のポイントはこちらです。1、大きな変化には要注意。2、ストレス発散を心がけることとありますけれども、一つ目ですね、大きな変化とはどのような変化ですか？大きな変化とはですね、移転をしたり引っ越し、そうですね、引っ越しのことですね。あと転職、仕事も今いろいろ大変でしょうから転職考えてる人もいると思うんですけど、移り変わると大凶に変わっちゃう可能性があるんですよ。移り変わるというような変化をなるべく控えるようにした方がいいという年ですね。はい、そういう年です。では2つ目ですね、はい、ストレス発散を心がけること。ストレスが溜まりやすそうな年ですかね。そうですね、イライラすることもきっと多くなると思うんですよね。はい、自分から人に向かっていくようなことはしないようにしてほしいなとは思います。はい、会えばこういうじゃないけども、はい、売り言葉に買い言葉にちょっとなりがちなところがあるので、そこを抑えて冷静にとどまってもらうことで運気は下げないで済むんで、ぜひ八白の方はそこを心がけていただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、今下げない方法っていうのを先生お聞きさせていただいたんですけれども、はい、上げる方法ありましたか？まあ、そうですね、はい、もちろん下げてばっかりはいらないので上げる方法ですね。八白土星の方が運気を上げる開運法は山へ行くことです。もともと八白土星というのは山の正位っていうものがあるんですね。はい、ですから自分の正位、自分の山に登る、 できれば頂上を目指してほしいんですけども、はい、ケーブルカー使っていただいてももちろん結構です。登山という意味ではないので、はい、あんまりこう難しく考えないで、ちょっと小高い丘でもいいですしね、はい、山を登ろうっていうことを頭に入れていただくと運勢が上がっていきます。では何か気になることですとか、ちょっと今運気悪いかなって思った時には少し山に出かけてみる。はい、では九紫火星の方の運勢をお願いいたします。九紫火星の方の2022年の運勢は中吉運です。運勢のポイントはこちらです。1、悪いものが離れていく年。2、身だしなみに注意とありますけれども、一つ目ですね、悪いものとはどのようなものですか？悪いものというのは例えば悪縁が切れるとかね、はい、なんかやだなあの友達はとか、そういうものが離れてくれる。はい、また仕事なんかではパワハラ、セクハラなんてね、最近言葉よく出てきますけども、はい、そういったこともあれなくなっちゃったかな、そんな感じの中期中の年になるんですね。はい、これは気づいたら離れてってくれるというふうに考えてよろしいですか？そうですね、嫌な人がですよ、寄ってこないなって感じることが出てくると思うんです。はい、それは九紫火星の方のパワーが上がっているからなんですね。運気の上がっているところにはやっぱり運気のいい人が寄ってきますし、はい、嫌な人っていうのはその運気の強い人に耐えられないですよね。それでも離れたかったらよく悪縁切り神社なんてあるんで、はい、そういうとこ行ってお参りするとさらにいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。はい、では2つ目ですね、身だしなみに注意とありますけれども、身だしなみに注意しないといけないという理由は何かあるんでしょうか？中期中ですね、九紫火星は中期中なんで人から注目を浴びるんですね。はい、見られやすい、見られやすいです。うん、ということで身だしなみをきちんとしていないとせっかくの運気も逃げちゃうんですよ。きちんと身だしなみを注意しておけば中期中が大期中に上がりますよという。内面磨くことももちろんですけど外見も大事にしてください。はい、ありがとうございます。はい、
この中期中の九紫火星の運勢をもっともっと上げていく開運法があれば教えていただけますでしょうか。九紫火星の開運法は部屋の模様替えです。模様替えって言うとしょっちゅうできないんですけど。そうですよね、はい、当然そんな毎週毎週する必要はないんですけども、はい、まあ春夏秋冬季節の変わり目なんかに部屋の模様替えするといいんじゃないですか。クロスなんか簡単に貼って剥がせるのがあったりするんですよね。炙ってますね、はいはい、でそういうのをしてみるとか、簡単にカーテンを変えてみるとかね、はい、枕カバーを変えてみるとか、ちょっとしたことでもかなり運気変わってきますんで、ぜひぜひ試してみてください。それによって九紫火星は運気はうなぎ登りと、どんどん上がります。はい、先生ありがとうございました。運気がいい人悪い人いらっしゃると思いますけれども、今先生がおっしゃってた注意点や開運法を実践してみて、2022年をより良い年にしていただければ幸いです。それではプレゼントについてご案内させていただきます。今回この動画を見ていただいた方の中から、なんと抽選で10名様の方にこちらの神宮館オリジナルデザインの御朱印帳をプレゼントさせていただきます。縁起のいい濃いめの表紙を御朱印帳にさせていただきました。応募方法などは概要欄に記載しておりますので、そちらからお申し込みください。締め切りは2月18日とさせていただきます。ぜひご応募よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。